はい、どうもこんにちは、池川さんでございます。大変ね、動画の投稿の間隔が空いてしまいましたけれども、まぁ、ちょっとね、やっぱり仕事とか休みの日、家のやることとか行くところというものが多々ありまして、ちょっとかなり遅くなっております。まぁ、そんな時間もあまりありませんけど、今日はね、アカメカブトトカゲのですね、24か24どっちかだったと思います。多分それぐらい、25だったと思う。それぐらいのね、測定の方やっていきましょう。前回のね、記録がちょっと残ってないんですけれども、まずね、クリッカーさんから、はい、ちょっと前回どれぐらいかわかりませんけれども、今回 47g ですね。多分ね、痩せてると思うかな。前回もうちょっと太ってたと思う。47。はい。で、次、アメさん。ちょっとね、こいつね、最近活発なんでね、逃げるなよ。26g。これは、太ったと思う。前回こんなに太ってなかった。前回23とか22g台だったと思うんですけど、今回ね、ちょっと 3g プラスですね。はい。っていうような感じで、アカメカブトトカゲのね、この2匹なんですけれども、実は最近ね、ケージの方を改良いたしました。いや、改良と言ってもですね、まあ、そう大した改良ではないんですけれども、UVB ライトをつけました、この子たちにも。で、今ね、家に UVB 何個かあるんですけれども、アカメカブトトカゲの方にですね、投入いたしまして、結構ね、その効果あるのかなっていうぐらい、ちょっとね、行動も活発になってます。割とね、のんびりとかおとなしかったこのアメさんもね、結構ね、よく動くようになってるんですよ。なぜか。なぜかっていうか、まあ、そんな感じで、UVB のおかげかなっていうのもあります。まあ、本当だったらね、あんまり必要ないようなトカゲなんですけれども、最近ですね、UVB ライトの方をつけました。で、もう一つ改良した点というのは、シェルターをですね、完全に撤廃しました。要はですね、もう、ケージの中は床材の土と水入れ、まあ、プールと、餌入れと、UVB ライトと断トツっていうような感じですね。で、今のところね、まだパネルヒーターっていうものは使っておりません。断トツだけです。断トツと UVB ですね。その2つだけでやっております。UVB も、ずーっとつけっぱなしではないです。自分がいる時だけですね。自分がいない時に、もしなんかね、煙とか出たりとか、そういうことあってはいけないので、人がいる時限定で、そういうライトっていうものはつけております。ちょっとね、安全性、心配性っていうのがあるんでね、自分が。そういう感じでつけております。で、シェルターもね、完全撤廃しましたけれども、なんとかね、落ち着いてますよ、全然。もうシェルター抜けて1ヶ月ぐらいになりますけれども、特にね、何の問題もなく、いけております。ね。まあ、こんな感じで、はい。何の問題もないです。シェルターは取っております。で、そう、最近ね、聞いた話だと、アカメカブトトカゲもですね、どうやらね、自節をするらしい。尻尾をね、切ってしまうみたいなんですよ、この子たちも。これね、最近聞いた話、ショップさんから。どうもね、こうね、スポンってね、この辺り、なんかね、尻尾をね、切れちゃうみたいです。この子たち。なんで、どこで切れるかっていうのもわからんけど、まあそんな感じで切れるらしいですね。らしい。俺は切れたのトカゲを見たことはないんですけれども、ちょっとわかりにくいよね、なんかこれ。白い入れ物あったらいいんですけど、ちょっと今入れ物もなくて、まあこれでいいか。これに乗せときましょうか。はい。まあこんな感じで、ちょっと本当光の加減かあれでわかりにくいんですけれども、こういうような感じです。で、UVB もつけて、日常生活をね、まあ少しは快適になったかなと思います。少しは。まあね、と言ってもね、あんまり、いい環境というまでもはいきませんけれども、うちもあまり。本当にいいのは、なんて言うんですかね。なんか半分水とかなんかこう、すごいやり込んでる人たちの環境が一番ベストだと思っております。こんな感じで。寝てるね。うん。特にね、やっぱりシェルターとか取ってもね、何の支障は今のところありません。この子たち2匹。まあ45、45でも十分ね、お互い仲良くいますし、特にね、喧嘩することもないのでね、こんなもんで、みんな目つむっちゃったよ。おい。おい。
おい。おい。うん、起きろ。眠たいんか？まあ、どうやら眠たいようなのでね、このまま終了しようかなと思います。じゃあね、続いてちょっと、あっちですね。ケージの方ちょっと見ましょうか。よし、噛んじゃった。はいっと。はい。ケージはこんな感じです。これね、UVB ライト。今ちょっと眩しいですけど、これね、ここにつけてます。で、ここコンセントを入れて、これが普通のライトですね。もうつけておきます、今日は。まだ。だいたいね、この奥か、ここか、この辺にいます。結構ね、これもね、割と熱があるんでね。まあ、ダントツ自体もあったかいっていうのもあるんですけれども、ほとんどね、プールに入ってたり、この辺にいたり、餌食べてたりですね。餌はね、やっぱりコオロギの方が食いつきいいかな。これもね、ピンセットで持っていったら食べます。ここに置いとっても食べます。とりあえず、こんな感じでですね、アカメカブトトカゲのケージっていうものはだいぶ変わりまして、まあ一つはね、見てわかる通り、シェルターっていうものを完全に取りました。シェルターを完全に取っても、土だけです。土と、この入れ物と日光浴の台ですね。こんな感じ。はい。こんな感じで日光浴の台と、UVB ライトっていうものを買って取り付けました。UVB の150かな？違う。100のね、26ワットか。100の26ワット型です。あの、ナチュラルの方ね。普通の。ここに書いてる、わかるかな？これですね。わからんか。まあ、こんな感じのものです。はい。あ、ここに書いていた。これか。UVB100。の紫外線灯でございますね。こんな感じでつけてやりました。はい。これでね、アカメカブトトカゲこれからはね、やっていきたいと思います。またちょっとですね、動画の投稿間隔っていうのは本当に空いてしまって申し訳ないんですけれども、ちょっとね、忙しくやることも多々ありますのでね、申し訳ございません。こんな感じでアカメカブトトカゲ飼育25かな。まあそこら辺でした。ご視聴ありがとうございました。質問リクエストありましたら動画のコメント欄の方、よろしくお願いいたします。